アラサーだって夏を満喫したいってことで、仕事も何もかも放棄して大人の夏休みを謳歌してきました。どうも、旅に生きるアラサー夫婦の久保旅です。突然ですが、夏満喫できてますか？子供の頃は夏休みが待ち遠しくて、8月は汗かきながら外を駆け回ってたけど、もうそんな時代はどこへやら。いつからか忙しい毎日に追われて、夏らしい景色なんて見てないな。ってそんな人に見てもらいたい動画です。今回の舞台は日本を北へ北へ登った青森県。33歳の夫と29歳の妻が青森を2泊3日で味わい尽くしてきました。人生初のねぶた祭りに泣きそうになったり、溶けるほど温泉三昧したり、屋根のない2階建てバスで森の中を走ったり、大人でよかったと思える夏休み、ここにありました。関東から東北新幹線に乗って、まずは八戸を目指します。青森まで3時間かからないくらいで着くなんて、新幹線ってほんとすごいわ。車窓から移りゆく景色をぼんやり眺めるの大好きな時間なんですよね。普段だったらパソコン開いて編集してるんですけど、この日の私たちは仕事を放棄してます。だって夏休みだから、ひたすらのんびり過ごしました。まもなく八戸です。八戸線青い森鉄道線は乗り換えます。八戸駅に到着したら、東北新幹線に別れを告げてローカル線に乗り換えます。乗るのは青い森鉄道。猫のイラストがレトロ感あってめちゃめちゃ可愛い。八戸駅から三沢駅を目指して20分くらい鉄道に揺られます。こんな田舎感のある風景、癒されますね。あとちょっと見てほしい、つり革にも猫ちゃんいたの。とそんなこんなで三沢駅に到着したんですけど、ドアの開け閉めが押しボタン式だったのが衝撃でした。はい、お願いします。駅そばもありますよ。マジ？食べてく？食べてく。なんか人気らしいよ。駅そばラーメン。駅そばラーメン。スペシャルカラー。まなみさんは？冷やしうどんに生卵トッピング。ごちそうさまでした。うん、美味しかったね。お腹いっぱいだ、ね。めっちゃいい天気ね。私が来て起きながら晴れてるのは奇跡だよ。青森ってこんな暑いん？ね、びっくり。34度だって。おお。青森ってもっと20何度とかじゃない？避暑地のイメージあったけど全然避暑できない、
囃子が聞こえてる。あ、これ祭り囃子か。え、祭り以外何があんの？いいね、高まるね。ねえ、あ、でっかい金魚がいる。すごい。なんかここが縁日みたいになってて、うん、金魚おみくじみたいなのがあったり、うん、リンゴジュースが出てくる蛇口があったり。お、行こう。そう、行こう。前にさ、ここ泊まった時もさ、うん、リンゴジュースが出る蛇口あったじゃん、うん、お互い3杯ぐらい飲まなかったね。あのリンゴジュース美味しいんだよね。そこら辺のリンゴジュースと全然違って。ね、全然違う。じゃあどうぞ。いいんですか。おお、すごい。リンゴジュースが出てくる蛇口ってさ、夢みたいじゃない。漫画の中の世界だね。ね、これ絶対一家に一台欲しい。そら欲しいだろう。飲む？飲む。じゃあ入れて差し上げよう。どうも。じゃあ乾杯しますか。乾杯。うん、めっちゃ濃厚、すごい。うまい。待って、ビールかよ。飲み方がもうビールなのよ。うまい。もう一杯飲む？飲む。じゃあ改めて乾杯。乾杯。また一気したの。うまい。おみくじだって。ポイみくじ。ポイみくじ。やろうやろう。一回550円。おお、やりましょう。ぜひぜひ。こういうのはね、日頃の行いが出るからね。うん、多分俺大吉であなた大凶だよ、うん、ひどすぎない。そもそも大凶入ってんのか。俺これにする。私はこれにする。大吉と大凶、こっちが大吉ね、こっちが大吉。じゃあ勝負だ、いけ。どうどう。お、私吉じゃん。やった、俺小吉で勝った。え、吉の方がいいんじゃないの。小吉の方がいいんだよ。絶対嘘だよ。やったー、吉だ。やった、小吉だ。こっち貸金魚だって。貸金魚、何それ、初めて聞いたんだけど、ね、この金魚鉢を金魚鉢とポンプごと借り入れて、うん、部屋の中で楽しむみたいな。そのままどれか一つを持っていけるってこと？そう、お部屋で金魚買い体験みたいな。すごい。実際に飼うのは大変だからね。貸しペットみたいな感じなんだね。そう、一日お部屋で金魚を見て楽しめるっていう。すごい。どの子にする？ね、この子がいいかな。どの子？この子が、あの、あら、かわいい。カラコンが。カラコンが漏れてるから、この子に。じゃあ、このギャル金魚で。白ギャル。白ギャル金魚で行きましょう。金魚鉢に入ってる金魚、こうやって持って帰るの新しいね。本当に借りたんだ。今日から、この白ギャルたちは、うちの子だから。今日だけね。すごいね。トウモロコシ。トウモロコシだ。面白い。金魚も可愛い。すごい。めちゃめちゃ映えロードだね。ね。
では本日ですね、ガイドを務めます私杉沢と、はい、では間もなくおりますので皆様ご準備の方お願いいたします。ありがとうございました。到着。寝てたら着いたね。寝てたら着いた。あっという間だったね。今ここさ、すごい車通ってるじゃん。うん。ここでお祭りやるんだって。そう。すごいね。あとで交通規制が始まって、ポコ店になったら、この椅子たちがバーって並べられて。すごい。じゃあまずはあれだね、食べ歩きとやらに行きますか。そう、椅子で食べても飲んでもいいって言ったから、食料調達しに行きましょう。何食べたいかな。あずあめ食べたいな。じゃがバタに塩辛乗せてビール飲みたい。ビール調達しに行かないと。忘れてたわ。危な。見て見て見て。本日のねぶたさんですか。すごい。すごい。ねぶただ。あーすごい。15人ぐらいで運ぶんだねあれ。へえ。すごい。下にタイヤついてるんだ。あそうなんだ。すごい。これさ、ゆうきも参加してきた方がいいんじゃない。手伝った方がいいかな。絶対痩せるよ。大太鼓舞台。すごい。あ、見つけてしまったよ私は。奥から朝日ビールが歩いてくるのを。チキンラーメンと三つ野菜の。朝日ビール筆頭にね、歩いてきた。まなみさんはこっちの多いお茶の方で我慢しときなさい。いやできるかな。楽しいね。ねえ。本当お祭りって感じ。ねえ。久しぶりにこういう光景見たよ。日本にも活気が戻ってきたね。制限なしのねぶた祭りも4年ぶりだっていうもんね。ねえ。あ、いいね。嬉しいね。ねえ。ビール発見した。生ビール飲みの方こちらですって書いてるよ。お、生ビールもらうとりあえず。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。これが祭りの醍醐味だよね。ね、もう学びの祭りの醍醐味ですよ。ちなみにだけどさ、うん、それって誰の分。え、私。俺は勝てないの。買った方がいいんじゃない。むしろ今お金出して買ったの俺だわ。2つとも俺がお金出したわ。そうだっけ。歩きながらいいおつまみ見つけたらそこで買いましょうね。とりあえず乾杯しましょう。乾杯。じゃあねぶた祭りに乾杯。あー最高。最高だね。ねぶたマルシェだって。おー、いいおつまみあるかな。ホタテ焼きある。え、食べたい。ホタテおにぎり品切れだって。あら、あっちにバターホタテおにぎりあった。それは熱いわ。でもさ、普通のホタテおにぎりが品切れってことはさ、品切れてる未来しか見えんな。並んでる間に飲み終わっちゃった。おつまみ到着前に飲み終わってますね。お兄さん、ホタテ串の醤油と塩を2本ずつ。醤油と塩2本ずつ。ホタテバターおにぎりってまだ終わっちゃった。はい。ホクホクおむすびってやつが普通のが残ってます。美味しそう。はい。お待たせしました。お隣ですか。ジャークチキン一つと。はい。ありがとうございます。美味しそう。ありがとうございます。いっぱい買ったね。あとは座って楽しむだけ。よし。ぬるくなっちゃった。あ、早く新しいの買いに行かないと。おつまみめっちゃ買ったね。幸せだね。幸せすぎる。とりあえず夏祭りって感じ。ねぶた最高。まだ始まってないけど。スタッフのお姉さんの一声で買ってしまったソーセージ。1本300円、2本で500円ですよ。いただきます。うまっ、うん、うまっ。
めっちゃハーブ。待って、これビールしか合わんな。な。あー、うまっ。うめえな。うん、プリプリ。あ、食べて飲んで幸せだね。うん、祭り囃子聞こえてきたね。うん、もうスタートはしてるもんね。うん、そろそろかな。楽しみ。すごい、太鼓何人で叩いてるんだろうね。それよりこんなでっかい太鼓初めて見たよ。すごい、こんな大きい太鼓あるんだ。すごいね、何人で叩いてる。1、2、3、4、5、6、7人で太鼓叩いてる、ね、すごいね。できたよ、奥にメインの出し。やっぱメインでかい ね、 ね、すごい。ライトついてなかったけどさ、ライトついたらまた幻想的だね。ね、すごっ。さっきのスーパードライだ、ここで再会。チキンラーメンも、あー、かわいい、かわいい。あ、めっちゃ盛り上がってる。ラッセー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 ラAh!
ちゃすごかったね。なんかあの、うん、近くに寄ってくるのが、うん、もう迫力ね、すごすぎた、ね、なんかもう壮大すぎて涙出そうになった、ね、本当にすごかった。最高でした。来てよかった ね本当によかった。バスに乗って帰りましょう。帰りましょう。めっちゃ豪華だ。ローストビーフ寿司あんじゃん。いただきます。美味しそう、ね、焼き鳥とかまで入ってる。やば、歩き疲れた。言うてそんな歩ってないけど。せやな、ホテルからバスで会場の目の前でまで送ってもらえて、うん、そこで、うん、美味しいもんいろいろ買って、うん、椅子にずっと座って食べて、帰りも送ってもらえて。どこに疲れる様子があるんだ。あっちで食べて、今お夜食の弁当を食べて、ね、至れり尽くせりのプランですね。ね、来年もまたこのプランでねぶた見に行きたい。人気らしいけどねこれ、うん、なんか予約で埋まってる、うん、今日もバス満席だったじゃん、うん、毎年この青森屋のプランでねぶたに行くって楽しみにしてる人たちもいるらしくて。だって楽だもんね。ね、会場まで遠いけどさ、食ってもらえるなら何も問題ないし、ね、あなた両方とも寝てたから秒で着いたでしょ、うん、ワープした。ご飯食べて大浴場行って寝ますか。せやな、また明日、うん、朝食にワープしましょう。トイレしてるよりしか見えないけど今のポーズ。ワープした、うん。マラソンジャンプしてってことでワープしてきてね、翌日の朝ですよ。待って、ダズすぎない？あれでしょ、気血やつでしょ、トイレしてるみたいに。そう、朝食会場に向かいます。楽しみ。おお、バスで朝食向かうのか。いいね。公園の中にあるらしいよ。楽しみ。左手にまもなく岩のようなものがポコポコ見えるんですけども、そんなこんなで到着。到着ありがとうございました。ありがとうございました。素敵。雰囲気素敵だね。ね、築150年だって。すごい。あ、すごい貸切だ。ございます。わあ、すごい。あ、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、美味しそう。
美味しそう。朝からテンションが上がるご飯ですね。土鍋ご飯もおかわり自由だって。おお。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。乾杯。しじみの味噌汁がうめえ。やっぱ朝はしじみだよね。うん、幸せな朝食や。このアスパラのさ、茹で加減がちょうどいい、うん、ね。野菜の美味しさを最大限引き出しましたみたいな茹で加減ね。この生ハムの生加減も、うん、ハムの良さを最大限生かしましたみたいなそれは別にこっちでどうこうできる話じゃないから。さすが大森屋だわ、うん、美味しかったね。どうした誰かに狙撃された？気をつけろ背後には気をつけろ。いいから早く歩いてくる。お腹いっぱいすぎてさ、ね、歩くと出そう。食後の散歩のつもりだったけど、うん、暑い。暑いな。もう10時ぐらいか。この暑さよ。はあ、でも晴れてよかったね。この暑さで今どこ目指してるんですか？この暑さで目指してるのはですね、皆さんお察しの通りですよ、足湯です。足湯かわあ、見てこの景色、素晴らしくない？素晴らしい。いいね。いいね。ちゃんと日陰になってるのもいいね。ああ、いいね、助かるね。感じよ。暑いね。暑いね。なんで足湯入んなかったの？暑いから。俺はもうあの部屋にも、今日の部屋はあの源泉かけ流し温泉ついてんじゃん、うん、部屋で涼しい中足湯する。あ、ずる、抜けがけだここのさ温泉さ、うん、超肌すべすべになるよね。そう、それなのよ。単純アルカリ温泉、温泉入ってる時の肌触りはヌルヌルしててさ、ヌルヌルツルツルって感じで、私さ昨日夜温泉塗りたくって寝たの、顔に、うん、化粧水のように。うん、朝起きたらめっちゃ肌の調子良かったんだけど。わかる、俺も普通に入っただけだけどすごいスベスベだったね。いいな、持ち帰りたい止まらなくて、なみなみコップ3杯持ってきちゃった。あと1人誰やありがとう。うん、うん、こんな飲めねえここのラウンジ、うん、めっちゃおしゃれだよね。うん、色々あるっすね。しかもあれ、コーヒーとココアとエスプレッソは飲み放題。いいね。うん、次に馬車予約してるからもう時間じゃないあと5分。あと5分、水早飲みしなきゃ。ありがとうございます。おー、すごい。あ、すごい。あー、すごい、貸し切りだって。お願いします。出発。おー、今日馬車を引っ張ってくれてるお馬さんは名前をキララと言います。キララ、これキララの名刺です。はい、どうぞ。ありがとうございます。キララは馬の年齢でいうとね、17歳の女の子ですね。主職が課長ですからねコーリアーネと涼しいね。自然のエコ冷房ね。はい、エコ冷房どんどん溶けていっちゃうのでね、補充はするんですけども、で溶けた水を全部排水しとかないとバシャバシャバシャになってしまうので、バシャバシャバシャないよ。わー、綺麗。雪原の上には動物ですけども、ウサギ、
ジュースいただけますか。はい、どうぞどうぞ。いただきます。はい、飲んでると申し訳ないですけども結構揺れますので。はい、気をつけます。あ、冷たい。美味しい。うん、今回は富士かな、使ってるのか、はい、富士と王林でまた味が違ったりします。ね、贅沢な時間だね。ねえ、そこにウルル部長いましたね。あ、ウルル部長。ウルル部長は課長、そう、課長です。さあ、一周ぐるって回ってしまいましたね。あ、早いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、かわいいね。かわいいね。ありがとうね、バイバイ。ここだね。八幡馬ラウンジ。古き良き日本って感じ。じゃあ、こちらおもちゃですね。ありがとうございます。最近おりますので。ありがとうございます、はい、まなみさん、はい、ここ最高。さっきまでさ、うん、場所めちゃめちゃ楽しい、足湯もめちゃめちゃいい、絶景、お散歩もすごい楽しい。たださ、うん、あっちあち馬車はさ、自然の冷房、氷があったからさ、ちょっと涼しかったけどさ、クーラー、ここはいいね、引いてて素晴らしいね。オアシスだね。しかも絶景で、なんかさ、贅沢な大人の夏休みって感じする。ほんとそれや、うん、夏っていいね。ね、だってお祭りもあるしさ、自然は緑が綺麗だしさ、日本の夏っていいわ。ここならさ、うん、オプションで払ってもありだね。お酒がある。そう、リンゴジュースも、リンゴのシードルも。私リンゴのシードル飲みたいな。抹茶を飲みながら欲張り。抹茶もすごい美味しいんだけど、ちょっとシードルってくる。うん、いってらっしゃい。では、大人の夏休みに乾杯。あ、おいしい。おいしい。さっきのリンゴジュースよりもすっきりしてる、うん、甘さが控えめの爽やかなリンゴジュース、めっちゃおいしいわ。いい宿に泊まりに来たって感じね。この時間がずっと続いてほしいな。ね、非日常感がすごい。うん、このさ、日本の昔ながらの古民家みたいな感じのもいいよね。青森すげえ。うん。ホタテ釣りやろ。ホタテ釣り。ホタテ釣り、釣った枚数でもらえる景品が違う。10枚だとホタテ30枚もらえる。おカツホタテ30枚もらえる。500円払えばさ、ホタテ30枚もらえるんだよ。こりゃチャンスですね。もう釣る前提でいるね。やるしかない、腕が鳴るぜ。
っしゃ3分だよ3分吸ったるでいけいけあ殻の先には引っかかるんだけどねあいけ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 ああ絶対ホタテ30枚持って帰ってやるよいしょあ難しいもう1分経ってるよあ嘘でしょいけるかもなぬ頑張れおあと9枚だあと9枚いけいけいけあ、2個取った2個取ったよしよしよしあと8枚あと8枚あと30秒やばい絶対家でホタテパーティーするんだあ6 5 4 3 2 1 終了なんとかならないですかねありがとうございます育てポタージュ育て30枚がこれになりましたよかったね、うん、ありがとうございましたありがとうございましたからの奥入瀬渓流ホテルのはしごですよ後ろリゾートはしごですねですですおーいい感じラグジュアリー感がてるね、窓ガラスがでかい、ね、すごい森の中にいるみたいなんか雰囲気がさ、うん、やっぱ青森屋と全然違うねそうだねこっちはちょっと年齢層が上な感じ、うん、そうだね大人向け4008 40… あここだあなんかすごいドアがでかいねドアでかいじゃあ開けますねよろしいか、うんついててくれてる。うえ。やばい。やばい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 。ちょ。え。すご。待って待ってやば。やばい。なんか地面から苔生えてるんだけど。すご。すごい。やばいやばいやばい。おお。これはすごいね。苔苔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 。鶏みたい。しかも木もある。大自然じゃん。奥入瀬渓流ホテルで一室しかないコケスイートだってやばしかも6月にできたばっかみたく言ってたっけへぇ
だってなんか新築の匂いするもん。すごい。私さ、苔めっちゃ好きなんだよね。なんかあなた好きだよね、苔。好き。苔見るとテンション上がる。昔苔玉作りに行こうって言って苔玉デートを誘われたもん。苔玉デートしたね。これは苔好きとしてはテンション上がりますね。しかもチェックインの時したけど、うん、壁の苔とか触っていいんだって。いいの？うん。では失礼してすいません。エロいやつすいません、なんかあ、苔ですね、これは。なんか300種類以上の苔が奥入瀬には生息してて、すごい。苔ってそんな、そう、特別な場所らしいよ。やば。さっきからさ、うん、気になってるんだけどさ、うん、水の音がするお風呂発見した。待って、めっちゃ長いんだけど。長っ。なにこれ、1,2,3,4,5,6人ぐらい一気に入れる。ほんとそれだね。やば。事前調べによると、うん、1.8m そこあるみたいな。やば。わー、しかもいい景色じゃん。ちょっとこれはやばい。だって渓流が目の前だもんね。最高だね。窓開けて入りたいね。わー、最高だね。しかもこれ温泉らしいから。マジで。うん。ぬめっとしてる。あなたが好きなタイプの温泉じゃん。やった、ふやけるまで入ろうまだ奥あります。洗面所だ、ね、あなたはあんま反応しないけど、廊下にも苔、目の前にも苔めちゃめちゃあんだよなんかもののけ姫の世界みたいね。あ、しかも見て、苔タオル、モスグリーン、苔タオルだ。これ奥が、待って、やばいの見つけた。ん？苔変身セット変身っていうか苔バスローブで苔夫婦になれるね、2個あるから。ずっこけ夫婦、ずっこけ夫婦まなみさんの真正面何？扉？そう、なんだろう。トイレにも苔がある。おお、しかも芸術的な苔だね。すごい、かっこよ。苔までスリッパだよ。スリッパまで苔だスリッパまで苔だよへえ、テンション上がるね。ね、次は苔玉作りだ。急いで急いで、ふっふーじゃなくていい。Sサイズになりますね。この中から1個選ぶって感じですか？あとこっちも。あ、こっちも。めっちゃ可愛いの作ろう取りすぎないように注意して欲張っちゃダメなんだ、うん、これを置いて、はい、そうですね、真ん中に置いて包み込みます。根元まで隠れるようにね、はい、多かったら戻していただいて大丈夫です。はい、はい、さあ愛情込めていきます。愛情込めて、はい、結構もうね、かなりの力に体感もうすでに可愛い。
マラミさん、夕飯はフレンチレストランやで。おー、おしゃれですね。熊手の廊下もすごいおしゃれ。ねえ、苔だらけだよ。いや、迷子ですね。はい、迷子です完全に迷子です。あ、下行くのか。ありがとうございます。すごい、はい、ありがとうございます。あ、すごい外だ。水の音が聞こえる。ねえ、ありがとうございます。あ、すごい、はい、すごい、すごい、めっちゃ素敵トンボが遊びに来たよ。暑いけど秋なのかな。ねえ、もう秋を感じさせるんですね。シャンパーニュはピエールプレシエという作り手を今日は使っています。ねえ、本日が柔らかくて暑いと楽しめる。お願いします。めちゃめちゃおしゃれすぎて言葉が出ないんですけど、シャンパンに渓流を溶け込ませる感じね贅沢文学的だね、随分贅沢。じゃあ乾杯。あ、おいしい、おいしい、すっきりしてる、おいしい。味がするっていう浅いコメント、うん、うーん、おいしい。川のせせらぎが BGM だとより美味しく感じる。今で渓流見ながらご飯食べてたけどさ、うん、今度は室内でゆっくりご飯食べられるのもいい ね。外を眺めながら、ね、涼しいところで美味しい ね。めっちゃ美味しい。イカの旨味が爆発した。うん、リンゴパンってことですか。リンゴパンですね、リンゴそのものがこう入ってないので、あんまり食べ過ぎると後半が苦しくなりました大変なんですね。焼いたものを、マグロ節から取ったお出汁。かわいい、お花畑みたい。いただきます。ね、待って
私さ、いちご煮って書かれてたからさ、いちごの煮物が来るかと思ってたんだけど、ウニとアワビなんだね。干したエビやホタテの貝柱、最後に今ソースをおかけします。はい、遠野市で珍しく短角を育てているササミ。八戸の南部せんべいの焼き方ですね。中身はフランスのフィナンシェ。美味しそう。勇気の分まで食べた。焼きたてパンマジうまかったね。ほんと人生で一番美味しかったわ。店員さんにも言ってたもん、うん、てかさ、店員さんに聞いたんだけどさ、うん、明日の朝ごはんさ、うん、コケモーニングらしいよ。コケ、うん、コケモーニングですって言われた。コケ食べるのそれって足りる気しないんだけど仙人、私も詳しくは分かんないんだけど、とりあえずコケモーニングらしい。多分岩に張り付いた苔が出てきて、探しながら食べるんだと思まなみさん、はい、コケモーニング届きましたよ。コケモーニング、噂のコケモーニングもう俺、うん、説明受けてる時にちょっと見ちゃったから、まなみさんのファーストリアクション期待してる。コケだった。コケだった。岩に張り付いてたヒントはなしで。あー、超気になるわ。おー、コケモーニング、これがおしゃれじゃん。そうだよ、コケはおしゃれでしょ。確かにトレンドよ、コケはすごい、これコケだわ。しかも楽しみ方が、うん、座って右手のところにルーペがあるじゃん、うん、これそうで、このサラダ的なものを、うん、のコケをルーペで見て、こうそう、楽しんでください。すごい。実際に後でツアーとかで、うん、コケを見に行くツアーとかもあるんだけど、うん、本物のコケをルーペで見たりして、これは食べ物だけどそれで楽しむ。しかもめっちゃ景色いいね。晴れててよかった、ね、窓を開けてるからさ、なんかテラス席での食事みたい、ね、じゃあ乾杯。乾杯。あー、おいしい。牛乳、目覚めるわ。あ、観察した、ちゃんと。うん、したした。本当にしたんかよ。生ハムとサーモンとアボカド、オープンサンドかな。いただきます。おいしい。これぞコケモーニングところで私はこれ何の観察をしてるんだろう。ふりかけ、ふりかけハーブソルト。なんか緑がいっぱいだとさ、それだけで健康になった気がするよねそれはなんとなくわかるかもいただきます。うん、おいしいね。さっぱりしてて朝に食べたい味。目に入るものがすべて緑や。うん、確かに料理だけじゃないね。
体の中も綺麗になりそう。ダイエット中のワイにはぴったりや、うん、いいね。密かに裏でダイエット企画してっから結構順調なんだよね。うん、まあでもまだ報告とかはまだ後だね、うん、もっと痩せてから。今日はこの後バスに乗って十和田湖の方まで行って観光してって感じか。奥入瀬渓流をお散歩散策。いいね、なんか青森満喫してますね。ね、でも実は、うん、探索終わったらもう八戸駅向かって新幹線やで今日。あ、ゆうきは帰る感じ？うん、私はもうちょっと滞在していこうかな。オッケー飲み込み早っ恐れ山とか行ってみたい。あと大間のマグロも食べてないし。大間のマグロは食べてないね。リンゴだって収穫してないし、やることいっぱいだ時期が早い楽しそうだね。楽しみ。レッツゴー。出発。めっちゃ開放的になって。見てこの開放感すごくない？すごい。すごい。まもなく森の中に入りますので少々お待ちくださいませ。あ、涼しい。涼しいね。めちゃめちゃ眺めいいね。写真や動画の撮影は大歓迎でございます。出てきた、なんかそよ風が気持ちいい ね。木漏れ日とそよ風とね。マジで晴れてよかった。それではまもなく左右に1カ所ずつ名所が登場しますので順番にご紹介いたします。はい、こちらです。迫り来るような立派な岩壁が続いております。苔あるかな。苔だらけでしょ。苔だらけか。なんかこうやってさ、川のせせらぎ聞いてるとさ、うん、寝そうにならない。寝そうになってる。もう俺は。安眠 BGM みたい。うん。癒されるわ。癒されますね。今はどこに着いたら起こして。見てよ。満喫してください。こちらは平成11年地滑りが発生者が堆積してできた新しい名所でございます。左右ここにはこの後ご覧いただきます十和田湖ですが、水位は約 46km、 水深 327m にまで及びます。東京都にあるもので例えますと山手線一周分の広さ、東京タワーがほぼ一歩沈むほどの深さとなっております。大変雄大な湖です。こういった滝が見えております。寝てますね。これはこちら右手にございますのが寝てます、ね、白布の滝です。あ、奥に綺麗な滝あるのにもったいない。寝てて残りの通り下のような湯気の滝となっておりますうわ、十和田湖到着。それでは駐車場内一旦停車させますので、この後ぜひお近くでご覧になってください。
十和田湖のあっち側から手振ってる人いるよ。視力 SS。 ゆきさんさ、うん、さっき寝てなかった？うん、でも着くのがだいぶ早かった。うん、寝てたのよ。寝てましたよね。うん、じゃあ問題です。十和田湖の深さは何が沈むに匹敵するでしょう？富士山。1東京ドーム、うん、2東京タワー、うん、3スカイツリー、4富士山。4の2の東京タワーで。なんでわかったん？なんで正解すんだよ。早かった。スラッと出た。一気に涼しくなった。最高だ。なんかさ、最初一番前座ってたけどさ、うん、天井内席の方がめちゃめちゃ涼しいね。後ろの方がいいね。さっきからめっちゃ葉っぱがギリギリね。あ、いつもある先とか。ございました。この後もごゆっくりとお過ごしくださいませ。ありがとうございました。楽しかった ね。なんか渓流沿いをずっと走ってさ、ほんと非日常だった。途中で俺寝てたって言ってたけどさ、うん、まあ寝したんだよ、うん、だってカメラに残ってるもん。あれマジでさ、ああいう贅沢できるのもいいっていう言い訳をしとく。自然の BGM と揺れと木漏れ日と、あの昼寝マジ気持ちいいからね。途中なかなか激しい揺れ結構あったけどね。こんなに乗りながら寝てたよ。で、うん、本当星野リゾート2日間泊まって思うのは、アクティビティとかプログラムがめちゃめちゃ多いから、泊まる前に公式サイトとかでしっかりスケジュール確認して予定を練ってから来た方が絶対いい。絶対いいね、うん、だってさ、フルフルで全部遊び尽くそうって思ったらさ、うん、マジでさ、チェックインからチェックアウトまでずっと忙しくない？そう、本当にね、忙しくさせたくなるしね。うん、なるね。チェックアウトのその朝の時間限定のものとかもあるし、うん、次星野に泊まる時もスケジュールとかちゃんとチェックして、うん、もうフルに遊べるように、ギッチギチのガチガチにね。なんかのんびり過ごしたいなら2泊3泊ぐらいするとね、ちょうどいいかもね。確かに、遊びつつゆったりしつつ。確かに。じゃあ帰りますか。じゃあね、気をつけて帰ってね。バイバイ。バイバイ、気をつけてね、うん、止めろよ。止めてくれよ。